Hey everybody, and welcome back to actually a bonus episode, because now that we've finished the Albedo story quest, we're going to jump right into the event story. And as is customary, like I did for the official event, for the Unreconciled Stars event, all the story quests related to that event are going to be no translations. It's going to be a very quick run through of all in full Japanese. So yeah, I would encourage you guys to repeat sections that you don't understand, and you know, Google or look up in dictionary the words that as they come up, pause, replay the video as many times as you like. So yeah, without further ado, let's get started. Oh, and I forgot to say, and this event is obviously going to be, I think it's four parts, so I'm going to be smooshing them together into one video at the end of it. So yeah, all right, let's go. Seems like we're supposed to head to the adventurer camp, so here we go, back to base camp, guys.開発した種が4倍も大きいスイートフラワーの名前を考えてたの。あれ、興味があるの？今度見せてあげるよ、絶対ね。雪山じゃなかったらいつもは持ち歩いていたのに、残念。そういえば、お前って城内で研究してるんじゃないのか？こんなところで何してるんだ？ティマイオスと一緒にアルベド先生の実験データの整理を手伝ってたの。ティマイオスはついさっきここから離れていったんだけど、会わなかった？会ってないな。アルベド先生と比べたら自分はデータを読み解く力がないって落ち込んじゃってね。先生が見ればすぐにわかるものも私たちは考えないとわからないから、おそらく知識と経験の差だと思うんだけれど。それで辺りを散歩しに行っちゃったので、私は一人ここに残って作業をしてたんだ。本当は作業が終わったら辺りを見て回ろうと思ってたんだけど、報告書から興味深いデータを見つけたの。はあ、でもまだ探索の旅には出られそうにないみたい。探索？何を探すんだ？あれ？あなたたち、もしかして手が空いてるの？空いてるぞ！ちょうどここら辺をブラブラしてたとこだ。なら手伝ってくれる？実はアルベド先生が私とティマイオスに何か隠しているみたいなの。アルベドはお前らの先生みたいなもんだろ？生徒相手に隠すことなんてあるのか？でも何かをずっと隠している気がする。錬金術に関する何かすごいものを。何も分かってないのにやけに自信たっぷりだな。だって私もティマイオスも錬金術の熱狂的な研究者だから、
もし別の何かなら私たちに隠す理由がないもの。ああ、確かにその通りかもな。アルベド先生の隠し事を調べてくれる？とても気になるの。お願い、お願い。どうする？やった！よかった、ありがとう。よし、それなら早速行くとするか。So it does sound like Alvedo is hiding something. Even Sucrose knows that, so let's try to figure out what he's hiding. Also, Timaya's left or something? What? Okay. Yeah. おや？君たち、何しに戻ってきたんだい？道に迷ったのかな？違うぞ！ん？秘密？ちょうどいい。僕も君に頼み事があったんだ。これを受け取ってほしい。あ、なんだこれ。見ての通り、片手剣さ。剣は僕が打ったものではない。だが、先ほどそれに錬金術を施した。試してみたくないかい？僕の研究によると、それは特殊な剣で君にしか扱えないだろう。そして僕は今、その剣のデータが必要なんだ。君にそれを使ってたくさん戦ってほしい。ちょっと待ってくれ。こいつにしか使えない剣ってどういうことだ？なかなか鋭いね。その剣にはある種の呪いがかかっているんだよ。普通の人には扱えないが、君は違う。え？つまりこの剣の呪いは唯一君にだけ害を与えない。だから、君以外に僕を手伝える人はいないってことさ。無駄話はこれくらいにして、この近くで怪物を探してくれるかい？使えばわかる。I mean, I guess I have to use it, so...
Do I have to go all the way there just to test it out? Dang, son. Okay, looks like I might be able to fly down there, so let's go. さっさとあれをよこせ、盗っ人め。砲塔団？こんな寒いところにも砲塔団っているのか。うるせえ、よこせ。気をつけろ。相手を間違えた。落とせるよ。俺の電源。当たれ。落ちて。こりゃ。痛ぇ。はぁ、ゴバ火を吹け。はぁ、はぁ、元気出してよ。これでも食らえ。落ちて。はぁ、話が通じないならるのが早いな。まさかあいつらが言ってたのってこの剣のことみたいだな。一体どういうことだ。なんて目で見るんだ。この僕が剣を盗むはずがないだろ。少し前騎士団が門戸城外で砲塔団を捕まえたんだよ。その際彼らが違法に運搬していたものを全て押収してね。この剣は
その中にあったんだよ。誰も取りに来ず、どこから来たのかも不明。ずっと倉庫に放置されていた。倉庫に荷物を取りに行った時、偶然この剣に僕が気づいてね。まあこんな古い剣、錬金術の材料にする以外使い道はないんだけど。おい、押収されたものを自分のものだって言ってたのか。それでその剣を持ち出したと。ああ、この剣を使って実験しようと思ってね。ただ調査していくうちに、これの本当の来歴を知ってしまったのだよ。この古臭い武器は、とある鍛冶職人が作った伝説の魔剣なんだ。魔剣？鍛冶職人はこれを完成させたすぐ後に失踪し、剣も行方知らずになっていた。押収物の中に混ざっていたことから、おそらく宝刀団に盗まれ、ずっとそのままだったんだろう。え、剣を作った人が失踪したのか。うん、怖いぞ。それで呪われた魔剣なんだな。そうだ。君はドゥリンとこの雪山の話を知っているかい？ドゥリン、つまり数百年前に風神バルバトスとトワリンが共に倒したモンドの脅威だった黒竜のことだ。激戦の末、打ち負かされたドゥリンは空から落ち、真っ白い雪の中に打ちつけられた。雪山に積もる雪が一年中溶けないのは実に奇妙なことだ。ドゥリンがここに落ちたのは偶然か、はたまた必然か。必然だって言いたいのか。雪山を墓場に選んだのは、氷の力でドゥリンの毒を封印するためだったのかもしれないね。バルバトスのような神ならそんな方法を思いつくだろう。おお、銀融野郎ってそんなにすごいのか。これはただの僕の推測だ。だがこの雪山とドゥリンが深く関係していることは確信している。そして君の手の中にある剣は、ドゥリンの亡骸が材料として使われている。竜の亡骸？ああ、死んだ竜の目玉、爪、鱗、それらを粉末にしたものが剣身に塗られている。そうすればドゥリンの汚れと毒が剣の中に溶け込み、その力の源になるんだよ。これは非常に高等な技術だ。鍛冶職人は完成後きっと喜んで自分の手でその切れ味を試しただろう。彼がこの剣を使えば、汚れた力は塚を通ってその体に入り込む。それは常人では抗えない力だ。呪いにより精神錯乱に陥った鍛冶職人は辺りをさまよい、もしかしたらその身に何かが起こったのかもしれないね。うわー、トワリンの涙を浄化した君は類いまれなる力を持っている。そんな力を持った君なら、汚れと毒に侵食されることなく、その危険性も排除できるだろう。そのためこの剣は君にしか扱えないってわけだ。そう言うけど、やっぱこの剣、うわっ、光ってるぞ。
これはまさに実験開始の合図だね。この剣はまだ弱い。だがこれには力を吸収し、どんどん強くなる能力が秘められている。ある意味これも生き物と言えるだろうね。旅人よ、これを持って冒険してくれるかい。これを成長させてほしい。近いうちに全ての推測が検証されるだろう。戻ってきたね。たくさん頑張ったんだぞ。この剣を見てくれ。ふん、やはり僕の思った通りだね。この剣は戦いを通じて成長している。剣なのにそんなことありえるのか。だから特別なのだろう。そうだ、大事なことを伝える。付近を調査したところ、怪しい痕跡を見つけた。え、泥棒じゃないだろうな。あ、確かに。その痕跡を見たところ、調査の必要性があると思う。泥棒なのか、または別のものなのか、調べれば自然と分かっていくだろうね。Yeah.
王者の名のもとに。雪山にまで拠点があるのか。何を盗むためだ？山の中を一人で行動している冒険者はまさに格好の獲物なのだろうね。雪山の世界は弱肉強食ってことか。あいつらたくさん盗みを働いてるっぽいのに貧乏そうだったよな。なんだかかわいそうなやつらだ。ふん、オイラたちをぬすっと呼ばわりしたやつらに同情なんてしないぞ。誰だ俺たちの拠点で好き勝手しているのは。相手を間違えたな。断罪の名に、それ料理の食らえ、それは元気。お嬢様の仰せのままに。よし、それ落ちてる。チリとなれ。
ファデュイだって。しかも砲塔団の拠点で僕たちを襲うとは。もしや後をつけられていた。でもなんでオイラたちの後を？あ、もしかしてお前が何かやらかしたんじゃないだろうな。君、何かやらかしたのかい？それならオイラたちのせいじゃないな。僕が思うに、ファデュイもこの剣を探しているのだろう。でもお前はこの剣をちゃんと隠してたんだろ。なんでファデュイが知っているんだ？雪山で戦う君の姿を見られたのかもしれないね。ファデュイの目が良ければこの剣が特別だと気づくはずだ。ファデュイは何でも欲しがるんだな。これは特別だからね。ファデュイが神に関するものを集めていることは君たちも知っているだろ。おお、言われてみればディルックの旦那が言ってたような。ドゥリンは風神の敵だ。神に相当する力を持っている。神に匹敵する存在も神に関係する存在もどちらも同じようなものだ。なるほどな。少し前にこの周辺をスケッチしに来たとき、あるものを発見した。この先を少し行ったところに特殊な土地があるんだ。そこの地脈は他の場所とは違っていてね。近くの怪物がそこに引きつけられ、影響を受けると身体能力が高くなるんだ。そんなことがありえるのか。でもオイラたちはこの剣を強くすればいいんだもんな。ならそこに行ってみようぜ。そうだね。ついでに異なる敵がその剣に与える影響も観察したい。
一つの推測に過ぎないが、この剣が敵から力を吸収すると、この雪山に隠されたドゥリンの亡骸と共鳴するのかもしれない。わあ、なんだかすごそうだな。もしこの仮説が成立するなら、この雪山にいる怪物もドゥリンの亡骸と共鳴できるだろう。おそらくここ一帯にいる怪物の力の根源と関係あるんだろうね。ドゥリンは普通の怪物ではない。死してなお雪山全体に影響を与えているんだよ。神秘的な竜の力、これはある種の呪いだね。情報が足りない。もっと詳しく知るにはデータが必要だ。君に頼んだ理由はこういった意味もあったんだよ。話を聞く限りだと体力仕事だな。僕は研究の片付けがある。一旦別れて行動し、後で断橋付近で会おう。雪山は新人にはまだ早すぎるかもしれないが、冒険とは己の限界への挑戦だろう。困難や刺激のない旅に何の意味がある。凶暴なヒルチャールの強盗がいたり、膝まで埋まるほどの雪があったりしても、冒険者は決して歩みを止めてはならん。サイリス、要点を言ってくれるかい。何を言ってるんだ。会話は探検と同じ、過程が大事なんだ。要点などない。ああ、キャンプ場を強盗に奪われ、氷に覆われた雪の中で火を起こし飯を作る。雪山の旅は冒険者協会の新人たちには忘れられない経験となるだろう。ああ、そうだね。たとえ今彼らが俺のことを恨むことになったとしても、未来ではきっと俺に感謝しているだろうな。冒険はこうして受け継がれていくのだ。ああ、続けて。うわ、興味のないことに対するアルベドはやっぱり感じが悪いな。そうか？
お前を見てる時のあいつは楽しそうだぞ。しかし新人が弱すぎるのか雪山が強すぎたのか、今回の損失はひどいものだった。何がひどかったんだ？おお、お前は久しぶりだな。いやあ、若き冒険者とその仲間よ、ここで会えて嬉しいぞ。この極寒の山がお前たちに面倒事を与えてなければいいが。乗り越えられることなら面倒じゃないぞ。そうだな、その自信ある言葉気に入ったぞ。わざわざ雪風の中ここに来るなんて、何か用事でもあるのか？ヒルチャールのデータを採取しに来たんだよ。彼女には助手として手伝ってもらっている。なるほど、みんな理想を追い求めここに集っているのだな。計画がうまく進むことを願っている。俺は新人たちの様子を見に行く。またな。おいらなんか分かっちまったぞ。魔剣だからな、他のモンドの人には知られたくないんだろう。聞こえているよ。いいも良くないも存在しないさ。知りたいことがあるのなら全て話そう。しかし今ではない。僕にはまだやらなければならないことが残っているんでね。やらなければならないこと？それってどうせオイラたちも手伝わなきゃいけないんだろう。パイモン、君はどんどん賢くなっているようだね。なに？オイラはずっと賢いぞ。この付近で怪物の新しい生息地を見つけた。異なる属性の怪物は我々に違ったデータを提供してくれるだろう。実験には根気が必要なんだよ。錬金術師にとって何事も突き通すのは基礎中の基礎だ。準備はいいかい？では行こう。気配がしない。怪物出かけてるのか？なら怪物が現れる前に辺りを散策しようか。それとも休憩の方がいいかな？わかった。何が聞きたいんだい？
か？オイラも混ざりたいぞ。場所を空けてくれ。君が今回のことに対して多くの疑問を抱いていることは知っている。先ほども言った通り、すべて話そう。ただ、僕は君に嘘はつきたくないのでね。現段階でまだ明かせないことは省略させてもらうよ。おお、意外とさっぱりしてるやつだな。そんなわけがあると思う。しまった。僕のスケッチブックだ。僕のスケッチブックを盗むとは、いい度胸をしているようだ。バルベドが静かに怒っている。スケッチブックにはイラストとメモがある。必ず取り戻そう。洞窟の入り口しかないぞ。足跡から推測するに、ここへ入っていったようだね。それならオイラたちも行こう。逃がすもんか。待った。
この雪山の体積は尋常ではない。この中の道もおそらく想像を超える険しさだろう。感じるかい、風に混じる氷と石の匂い、そして小玉。この中の空間はとんでもなく広いだろうね。本当だ。軽率な行動は控えた方がいいだろう。でもせっかくここまで追いかけてきたんだぞ。このまま逃がしちまうのか。ああ大切だ。だがそれでも無謀な行動は控えるべきだよ。もう一つ道がある。ただ少し苦労するだろうけどね。僕の考えが間違っていなければ、この洞窟の出口は山の反対側にあるはずだ。君も僕も飛ぶのが得意だろう。準備するんだ。一気に飛んでいこう。少々破けてしまったようだ。僕は先に戻って応急処理を施すよ。錬金場で会おう。アルベド、なんか慌ててたな。やっぱりスケッチブックは芸術を理解できない奴に奪われちゃいけないってことだな。
まあまあだよ。いくつかのページが破られていたが、それ以外は無事だった。雪山の気温は低すぎる。特にあの洞窟付近の気温は耐え難いレベルまで達していた。その上、ヒルチャールが唾を本に垂らしていた。凍った髪があのような低温にさらされたらどうなるか考えたくもない。凍った髪って触ったら粉々になるんだろう。さすが錬金術師だな。もしスケッチブックがボロボロになってたら、アルベド絶対切れてたよな。どうしてそう思うのかな。だってお前、イラストとメモをいっぱい書いたって言ってただろ。確かに、このスケッチブックは僕が常に持ち歩いていたものだ。だが、こんなもののために本気で怒ったりはしないよ。もし取り戻せなかったら、また新しく書けばいい。思ったより冷めてるんだな。そうなのかい？そうだそうだ。その通り。そうだぞ。オイラもそれが言いたかったんだ。そうだね。書き直すのも手間がかかる。アルベドは天才だから、人と考え方が違うのかもしれないな。だってお前は他のやつにできないこともできるし、知らないことも知ってるだろう。そういう人はたまに変なところで大雑把なんだ。賢い人の悪いところだな。パイモンは興味深い生物だ。おい、何でもオイラと重ねるんじゃない。では話題を変えよう。サイリスが言っていたが、雪山のヒルチャールは冒険者を襲って荷物を奪うそうだ。さっきのはきっとそのヒルチャールたちの拠点だろうね。ああ、あの一帯のヒルチャールは麓の奴らに比べてかなり強かったな。僕もそう思う。おそらくこれも竜と関連しているんだろうね。ドゥリンの亡骸の汚れた力は怪物を強化する。その上この寒さだ。雪山にはいくつもの無人区域が存在するだろう。旅人よ、剣を見せてくれないか。雪山の戦闘を経て、この剣は力を吸収し、その内へと蓄えられている。そして君の浄化の力により、竜の血に汚染された力がろ過されたようだ。これは
とても面白い検証だね。オイラたちにかかれば手慣れたもんだぜ。君に浄化の力があるとは知っていたが、なるほど、これがまさに百聞は一見にしかずだ。確かに安全な武器であるとは言えない。ヒルチャールに奪われなくてよかったな。雪山のヒルチャールがもっと強くなっちゃう。ヒルチャールも危険だぞ。もしあいつらが力を得たら、きっと超、いや究極ヒルチャールになるぞ。ヒルチャール悪魔人、雪ってつくと弱そうに感じるな。そういえばこの剣ならアルベドの力も吸収できるんじゃないか。試してみたいと。うわ、視線が氷のように冷たいぞ。いや、気にしていないよ。とにかく君には引き続きその剣を使ってほしい。でもこんな危険な剣をオイラたちに任せて大丈夫なのか。アルベドは表情と頭の中で考えてることが全然違うからわからないぞ。違うとはどういうことだ。だがなぜ君たちにここまで託すのかについて、それは異常者同士ある種の共通認識を感じているからかもしれないね。孤独な個体、普通の人とは異なるからだ。僕と君のようなね。出かけたのか、それとも秘密のスケッチでもしに行ったのか。あ、あなたたち。あ、スクロースじゃないか。ここで何してるんだ。研究が一段落したから今日は約5時間26分ほど暇な時間があるの。だからあなたたちにお願いしていたことについて聞きに来たんだけど。細かいな。お前は人間時計なの
とか。いやいやいや、褒められるようなことじゃないよ。褒めてない。旅人さん、聞いてもいいかな。前にお願いしたアルベド先生の隠し事についてだけど、調査は順調？オイラの感覚が間違っていなければ、それはもう1週間以上も前のことだぞ。そんな、1週間以上だって私、あ、実験に夢中になりすぎて完全に忘れてた。時間に厳しいのかルーズなのか。つまりもう答えが分かったってことだよね。よかった、教えてくれるかな。教えても大丈夫じゃないか。見せるだけで触らせなければ。待って、何を言っているの？これは？これはすごい剣なんだ。でも絶対に触っちゃダメだぞ。おお、これは、はあ、こんなの今までに見たことない。存分に見てくれ。なんだかオイラ妙に気分がいいぞ。すごい、こんな神秘的な武器は初めて見た。剣の中に力が流れているのをかすかに感じる。まるで生きているみたい。そんなことまでわかるのか。錬金術を学んでいるおかげかも。絶対の自信はないけど、確かに何か流れている感覚がする。あまり正確な言葉ではないから、普段の私は使わないけど、信じて、私普段はこんな曖昧な言葉は使わないの。あ、はいはい、分かったから。旅人さん、この剣で戦える？もっと詳しく知りたいけど、私には使えないから、あなたにお願いしたいの。それなら人目のつかないような場所を探そう。師匠の技を食らいなす。ゴバー、姿を
もすごいよ。戦う姿も剣を振る気迫も全て完璧だった。この剣は特別。詳しく研究するつもりはないのについつい目を奪われてしまう。それは剣じゃなくてお前の性分だと思うぞ。危険で魅力的で神秘的な片手剣。うん、間違いない。こんな重要なものをあなたに託すなんて、アルベド先生からすごく信頼されているみたい。これもオイラたちの実力のおかげなんだぞ。私もそう思う。でもあなたたちに渡す前の剣はまだ力を大して吸収していなかったんだよね。どうしてアルベド先生はこれが特別だって気づけたんだろう。ひらめきに理由は必要ないんだぞ。オイラが人参とお肉のハニーソテーが食べたいのと同じだ。あ、そういえば今日はまだ何も食べてない。実験を終えてすぐここに来たし、雪に埋もれた冒険者を見かけて助けるのにかなり労力を使ったから。パラドさん、帰ってなかったの？モンドのうっかり冒険者じゃないか。サイリスと一緒に雪山に探検しに来たのか？寒い。アクション。雪から掘り出してあげた後、ずっとここにいたの？道に迷ったんだ。すまない。凍え死ぬ。もう動けない。はあ、パラドさん、雪山の旅を甘く見すぎ。でもこの様子じゃ支えてあげないと歩けないよ。だとしても放っておけないだろう。確かに。すみません、旅人さん。代わりに謝るね。
他の人の心配をしてる場合か。我々がここに来た理由は分かっているな。剣を渡さない限り誰も返さない。ダメ、剣を渡さないで。その息だ、さっさとやっつけよう。パラドさん、安全な場所に行こう。誰も逃がさん。その剣は偉大な執行官淑女様に献上するのだ。ゴバ影の悲しみ震えよ。やっされ料理の時間
騒がしいと思ったらやはり君たちか。何を争っていたんだい？アルベド先生、わざとじゃないんです。スクロース、君は資料を整理していたのでは？なぜここにいるのかな？しかも氷に覆われた場所でこんな危険な相手と戦うなんて。オイラまで申し訳なくなってきたぞ。私はただ、ごめんなさい、ごめんなさい。私はたまたまここに。ふん、何か君の興味を引くものでもあったのかな？全部教えたのか？剣の力と由来についてしか教えてないし、触らせてないぞ。そこはちゃんと気をつけたからな。いいさ、どうせ隠し通せなかっただろうしね。スクロースの知識と秘密に対する探求心は非常に錬金術の研究に向いているよ。ああ、もう迷惑かけません。私が新しく開発した種が4倍大きいスイートフラワーにかけて誓います。迷惑だなんてことはない。ただ心配だっただけだ。次からは気をつけるんだよ。それで、そこにうずくまっている冒険者はどうしたのかな？先ほどの戦闘中、私がパラドさんを守っていたので多分怪我はしてないと思うんですけど。寒い。さっきの戦闘中じっとしてたから体が冷え切ったみたいだな。わあ、そんなことになってるなんて思いもしなかった。私のせいで、すみません。アルベド先生、少しパラドさんの様子を見てきます。ああ、スクロースは頭が固いけど心の優しい子供だな。確かに。スクロースは目を離すとすぐ変なところに行ってしまうんだよ。そうだね。心配するな、怒っていないよ。おや、また変化が。剣の力がさらに強くなっているようだね。何があったんだい？この辺りのファデイはただものじゃないようなやつが何人もいるんだ。前にはなかった新しい力か。だから剣が大幅に成長したんだね。もう少し頑張って、あれは火？火だ！火に当たらせてくれ！待て！
なんだ全員戦闘準備。断罪の中竜の力、竜の生命力は枯れた植物をここまで復活させられるのか。実に不思議だ。ただの枯れ木かと思ったのに怪物だったのか。丸呑みにされるところだったな。でもなんでよりによって今日突然こんなことが起きたんだ。剣が地面に落ちた衝撃で力が外に流れ出たのかもしれないね。すまない、ここにいさせてくれ、頼む。もう絶対に変なことはしないから。パラドさん、そんな地面に生えてるキノコみたいに膝を抱えなくても。はあ、給湯時がこんな場所で枯れていたのはもしや汚れた力を吸収できなかったからだろうか。旅人の能力によって浄化された純粋な元素力は
怪物を復活させただけでなく強化までしたようだね。そして純粋な生命力は再生力も上げるようだ。おそらく今後も襲ってくるだろう。僕もこんなことは初めてだ。このような珍しい状況に遭遇できたのもある意味では収穫かもしれないね。スクロース。あ、はい。あの冒険者をキャンプ場まで送ってくれるかい？わかりました、先生。ここの問題に関してはすまないが、再び君にお願いしなければいけないようだ。予想外の面倒事も頼まれるなんて、オイラたちますます強くなってるみたいだな。旅人、パイム、来たか。アルベドに会うことにも慣れてきたな。ありがとう。やはり君に頼んで正解だったようだね。もちろん僕の研究に大いに役立ってくれたよ。ひひ、それならよかった。この恩は忘れない。十分強くなっただろ。いい感じだ。君の体はどうかな？ならよかった。汚れや毒による副作用はないようだね。やはり僕の考えは正しかったみたいだ。何でも知っているような顔しやがって。剣の使い心地はどうだった？そうか。ともかく、これで僕が求めていた状態にまで達した。剣を持ったぞ。アルベド、それを使うのか。バカなことはやめとけ。
君が浄化した純粋な生命力をここから取り出す。力だけを取り出せるのか？他のものにできなくても僕ならできるよ。よし。おお、力が光る玉みたいになって、不思議な瓶の中に入ったぞ。この剣はもう伝説の武器ではないが、記念にもらってほしい。君の冒険の手助けになるかもしれない。僕が必要なのは実験結果だけだ。必要なものを手に入れた今、剣は扱いに長けた君が持つべきだよ。旅人、僕の実験を手伝ってくれて感謝しているよ。ではまた。僕と共鳴する竜の生命力、竜だからではない、僕の因果だからだ。レインドット師匠、これがあなたの作った巨竜ドゥリンなのか。僕とこれは果たして出会ってもよかったものなのだろうか。Well, I think that brings us to the end of the Dragonspine event. I hope you guys enjoyed it, and I really enjoyed it. So, here's looking forward to the next like cool event, and yeah, I hope you guys enjoyed it. If you guys want to see more, check out my other Genshin guide that I posted on this channel. And thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed it. And we'll see you guys next time. Bye bye.